幻伊藤義明さんで現場で役立つ CSS アニメーションです。お願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。株式会社幻でフロントエンドエンジニアをやっています伊藤義明と申します。なんですけども、大体オンラインではオチというハンドルネームでやっております。これ伊藤を逆にして OTI でオチですね。はい、で、ツイッターでは言葉にならない心の叫びをツイートしてます。言葉にしてますけども、あとは Facebook、Instagram では卵かけご飯を食べます。ぜひ見てください。ですね、一つだけ宣伝させてください。DSHTML ラジオというものをやっております。サイバーエージェントの増田マスピーという人間と一緒にですね、お酒を飲みながら、ゲストを迎えしてお酒を飲みながらウェブのネタを、あーでもないこうでもないと管を巻くという生放送番組をやっています。昨日もちょうどですね、ピクセルグリッドのゲコタンと一緒にやってました。デース焼けで今日来てます。はい、よろしくお願いします。興味ある方は見てみてください。では現場で役立つ CSS アニメーションということなんですけども、CSS アニメーションとは何か、まあ、もう皆さんご存知ですよね。トランジションプロパティとアニメーションプロパティなんですが、この中で、両方、まあ、当然皆さん知ってるとは思うんですけども、ほぼほぼね知ってると思うんですが、どっちも書いたことがない方、ちょっと挙手お願いしていいですか。あ、でもいらっしゃいますね。1、2、3、4、数えてた。はい、まあ10名弱くらいいらっしゃるということで、あ、でもあれ、あれさ、コーダーじゃない方もいらっしゃるんですね。はい、でもそれくらいもうみんな書いてるということですね。で、トランジションプロパティ、アニメーションプロパティたくさんあるんですけども、今日はすいません、アニメーションプロパティのことはほぼ話しません。ほぼ、はい、すいません。で、トランジションプロパティのみについてですね、焦点を絞りたいと思います。というのも、トランジションプロパティってもう日常的に書いてるわけですね。ディスプレイブロック、ディスプレイフレックス並みに書いてるということですね。トランジションプロパティの基本的な構文ですけども、このようにトランジションプロパティというプロパティに、対象となるアニメーションさせたいプロパティですね。バックグラウンドカラーなりも書いてきて、デュレーションを設定し、タイミングファンクションを設定して、で、ディレイさせたい場合はそれも書いてということですね。で、ここでホバーについて、エレムフのホバーに対して、バックグラウンドカラートマトってやると、マウスを乗っけたときに背景色がトマト色になるということですね。このようにですね、特定のプロパティに対して、クラスの付け替えとか、マウスのホバー、マウスオン、オフをトリガーしたときに指定した値まで、連続した変化を与えるというのがトランジションプロパティでした。で、アニメーションというのはループしたりとかですね、できるんですけども、トランジションというのは片道切符的なものになっています。なので、乗っけてそのままずっと繰り返し同じアニメーションをさせたいとかってことが、やるにはアニメーションプロパティじゃないとできないということですね。はい、で、冒頭のタイトルですけども、現場で役立つ CSS アニメーションと、すみません、お伝えしましたけども、役立つとは何かという、ここではクライアントに受けるというふうに考えてください。では、クライアントに受けるとは何か。クライアントってアニメーションをですね、細かく指定できない方々もたくさんいるわけですよね。はい。アニメーションの名称を知らない。例えば、フェードイン、フェードって何ですか？スライドイン、スライドアウトっていう、ん？っていうくらいの方々もいらっしゃいます。あとは、指示の仕方を知らない。スライドインでお願いしますって言われて、どこからどこにとか、何秒でとか、そういったところまで語彙がない方々ってたくさんいるわけですよね。はい。なので、アニメーションを提案してしまえばいいと僕は思ってます。こちらから。提案する場合はすぐできるアニメーションを提案したいですね。で、そうすることによってですね、クライアントと自分の考える時間というのを減らすんですよ。そうすることによって本当に時間をかけたいこと、実装ですね、アクセシビリティ対応などもたくさん、他にもたくさんありますけども、そういったものに時間を使うことができるということです、はい。で、時間を使うっていうんであれば、そもそも CSS アニメーションって必要なのかって話もあるじゃないですか。CSS アニメーションって調整が大変なので、この時間なくなればもう一番時間節約できるよってことなんですが、でもですね、CSS アニメーションはたくさん意味があるわけですね。はい。一つ、すみません、連続でもう言っちゃいます。はい。視線を誘導、世界観の消失中、連続性の早期、状態変化の補完。これ大体想像はつくかなと思うんですけども、状態変化の補完についてですね、この中間を表現し、認知優位性を高める、ここですね。認知優位性って何ぞやって感じなんですけども、まあ、そのまんま認知の優位性なんて簡単なこと、つまり分かりやすさ、分かりやすいってことです、認知優位性というのは。はい、それらがどういうことかというとですね、見た目がいきなり変わってしまうと、
人間っていうのはびっくりしちゃうんですね。何が起きたかわからなくなっちゃう。なのでその間の中間を見せる、中間を表現することによって A から B に変わったんだっていうものを、いや今 A から B に変わったんだ、 A がなくなったとか違うものを触っちゃったとかじゃなくて A から B に変わったんだっていうことをこう分からせる、アニメーションではそういった役割があります。はい、ですね失礼しました。つまりユーザー入力のフィードバックなわけですね。例えばモーダルがフェードインするとかっていうのもそういうことですよね。でアニメーションっていうものが視覚補助となってそういった認知要素を高めることができるということです。はい、まあ、いろいろ言ってきているんですけども、これら全ての項目昨今ではマイクロインタラクションとして重要視されていることですね。なのでユーザーにとってためになるっていうことがもう言われているわけです、いろんなことから。はい、まあ、難しい話はしてたんですけども、結論はこれです。マーセル寿司はうまそうに見えるということですね。はい、ということで CSS ミーションは言えてないんですね、すみません、必要ということですね。はい、でした。そしてでは役立つイコールクライアントというところに、クライアントに受けるということに戻っていきまして、受けるはアニメーションというのは僕が仕事してきて CSS アニメーションを実装していく中で、受けのいいものというのがいくつか特徴があることに気づいたので、まとめました。で、キュービックレジェでカスタミージングを利用している、マウスオンとオフ、これはホバーですね、ホバーとした時抜けた時で異なるイージングが指定されている、で複数の動きを持っている、複数の動きが別のイージングになっている、はい、こちらここからは楽しい楽しいオンラインデモの時間でございます。これかな、少々すみません。まず先ほどトランジションの話をしましたけども、トランジションしてるのとしてないのってどんくらい違うのかなっていうのが皆さん気になるところだと思うんですよ。で、基本的なものを用意してみました。この T ボタンというところにマウスを乗っけると背景色がオーバーします。オーバートマトになります。これはトランジションがないパターンですね。でトランジションをつけるとこのように中間の白からトマト色の間がこうデュレーションの間コマごとに表現されてトマト色になっていくということですね。はい、では先ほど受けるアニメーションでご説明したキュービックウェジェでカスタムイージングを使っているということなんですね。カスタムイージングご存知ですかね。キュービックウェジェ使ったことがあるという方どれくらいか、ちょっと挙手お願いします。まあ、いらっしゃいますよね。だいたい2割3割いて4割かぐらいだと思いますけども、ですね、タイミングファンクション、トランジションタイミングファンクションで指定できる値になりますけども、デフォルトですと、デフォルトというか標準キーワードとしてリニア、それからイース、イースインとイースアウト、それからイースインアウトって言われてますね。この3つ、まあ、そんぐらいあるんですけども、それだけでは足りないって思いません？なんかこれゆっくり度合いとか、なんかこう情緒がないみたいなみたいなあるじゃないですか、雰囲気が違うみたいな、これも語彙がない人がよく言うんですけど、なのでそれを3次ベジ曲線の関数を使って違ったその標準キーワードにないイージングを表現することができるのがこちらのキュービックベジのカスタムイージングです。で参考にするサイトはもうこの easings.net 一択です。はい、これを見るとですね、例えばイースインクイーンにとってもでしょうかね、イースインエキスポとか、このグラフの見方は、縦の軸が変化の度合いで、横軸が時間、タイミングですね、デュレーションの長さ。なので、この一番終わりに近づいた方が、終わりに近づいた方です。すみません。角度が急なやつですね。角度が急なもの、この線の角度が急なものっていうのは、変化の速さが、変化が早く始まるんですね。なので、アニメーションのデュレーションが1秒だったとして、0.1 秒、0.2 秒っていうところ、でもうかなり変化させてしまうっていうのがこのイースアウトエキスポという感じですね。でイースインだとかなり逆でゆっくり始まって早く終わる、イースアウトだと早く始まってゆっくり終わるです。でイージングスドットネットはこれをクリックしますとこんな風に線に来て、ここにキュービックベジェのコードが出てるんですね。でこれをコピペして使うことができます。で
これベースで何か変えたいなと思った時は、さらにですね、ここのキュービックベジェ .com で編集するっていうのを押すと、この値を引っ張ってきて、ちょっと回線があれですが、ここで調整することができます。にゃーって、なんかにゃーって言ってます。にゃー、にゃーです、はい、っていうことですね。で、ただですね、このイージングス .net って一個一個キュービックビジュアルの感想をね、ここに書いておいてくればよかったのに書いてないんですよ。なのでクリックして言ってかないといけないんですよね。ちょっと面倒くさいんですよね。まあ、一旦トランジションの、すみません、キュービックビジュアルのデモを見ましょう。先ほどのところからイースインエキスポのキュービックビジュアルをコピーってきました。で、通常の方はリニアで、名もない方はリニアで遷移するトランジションセラーアニメーションです。で、イースインエキスポを指定するとこのように、うんと、わかりました、んなですね。で、全然情緒が違いますよね。早ゆっくり始まって早く終わるというものなので、もうリニアと比べるとですね、圧倒的にキュービックビジュを使わない手はないという感じですよね。で、先ほどのキュービックビジュなんですけども、もうさすがにコピーは無理だということで、サス変数などでですね、こうやって宣言しておくとめっちゃ使いやすいですね、はい。そしてですね、僕ちょっと分かりやすいやつをですね、作ってきたんですよ。これ割とどやれる感じだと思うんで、皆さんに見てやりたいんですけど、はい、先ほどのグラフのやつ、曲線だったじゃないですか。で、あれあんまりよくわかんないんですよね、なんというか。なので、僕がこういったものをご用意しました。ぐわーっと。もうここでですね、イースインとか、あの標準キーワードが書いてありますので、はい、バーッと見ることができます。そしてですね、あれが一番わかりにくかったのが、このイースインサークとかイースインクワード、まあ、そういったものの変化の割合で並べられてるんですけども、イースインだけとかで見たいじゃないですか。イースインアウトだけで見たいっていうところは、それもできるようにしてきました。ありがとうございます。やったぜ。ほら、どうだ。そこですか。あ、どうだ。ありがとうございます。これがですね、結構作るのは一瞬だったんですけども、このタブ切り替えっぽいのを CSS プログラミングでやってしまって、非常にアクセシビリティ的にうってなるような感じになってます。はい。あとアニメーションするようなこともやっといたんで、なんかデュレーションも変えられるんですよ。わー、よくやるな、ほんと。はい、見ていきましょう。すみません、そういう強いデモでした。はい、で、受けるアニメーション化に何だったかっていうのがありましたけども、何だったんでしたっけ、覚えてる方いらっしゃいますか。ここに来ちゃったな。はい、オンとオフで異なるイージングを設定しているってことでしたね。まあ、普通に考えると、ホバー書かない方にデュレーションを書く、トランジションを書きますよね。で、トランジションを書いておくと、オンした時もマウスアウトした時もちゃんとアニメーションするんですね。なのでこういう感じです。これちっちゃくなってるトマト色の四角は、疑似要素で作ってます。で、乗っけるとトランスフォームスケールでちっちゃくなる、ゼロになるんですね。力ゼロになるようにしてます。そして別々のイージングを指定するということなので、ここですね、ちょっと遠くなっちゃうんですが、はい、フォーバーとフォーカスの時にイースアウトエキスポをやるようにしました。で、ホバーというところにつけてるので、オン、つまりマウスを乗っけたとき、アニメーションを始めたいときに、イースイン、イースアウトエキスポ。外すと、イースインエキスポで出てくるんですね。見てみましょう。わかりましたか？この感じ。早く始まって、遅く終わる。そして抜けるときは、遅く始まって早く。こっちと比べると、だいぶ違いますよね。この、なんか違う、はい、感じです。こういう風にですね、別々オンとオフで別々のイージングを指定するだけでも、一つのアニメーションがだいぶ雰囲気が変わったものが作られるということです、はい。では次のデモですが、複数の動きを設定しているというお話をしました。複数の動きとは何なのかというと、まあ、乗っけちゃうと早いですね。これは一つの動きです。複数の動きがあるものはこうなります。これはボックスシャドウでぼかしなしの状態のものを作りました。で、ちっちゃくなっているトマトは疑似要素ですので、ボックスシャドウの方は疑似要素じゃなくて元の要素の方につけているというアニメーションです、はい。もうだいぶ違いますよね、これだけでも。そしてどんどんいっちゃいましょう。次は別々の複数の動きが別のイージングアニメーションをするっていうのをちょっと考えます。遠い、すいません、コードがいっぱいあって、すいません、これさっきのやつなんじゃないんだ、はい、すいません。ボックスシャドウので枠をつけるのと、あとアフター疑似要素を使って斜線を作ってました、はい。これは全部が等速リニアで動いてます。で、
それをですね、一つ一つ別々のエイジングでやってみようと思います。こっちですね。はい、おーってなりませんならないかな、すいません。今これ何をやってるかというと、タイミングファンクションを変えてるだけです。アフターが斜線ですので、斜線のやつはイースインアウトエキスポですね。そしてビフォアはヒュッてなちっちゃくなるトマトなので、それはイースアウトエキスポ、はい、でボックスシャドウですね。こっちはボックスシャドウのものはイースインエキスポですね。ゆっくり出てくる、うん、これってさっき気づかれた方もいらっしゃると思うんですけども、トランジションデュレイ、ディレイって書いてないんですよ。なのにアニメーションは時差ができているように見えますよね、はい、こういったこともカスタムイージングを使うと表現可能になります。これ今同じ色で動いてるんで結構微妙な感じなんですけど、大きさとか色とか、あとはこう、まあ、幅なり、またタイミングを変えてあげると、世界観の創出っていう説明をしたと思うんですけども、そういったものにもですね寄与することができると思います。思います、思いますって言っちゃった。できます、はい、あではデモに戻りまして、デモじゃない、スライドに戻りまして、はいですね、とてもいいアニメーションというものをたくさん説明しました。では冒頭の方に申し上げていたすぐできるとは何なのかという話になります。ですぐできるとは、僕が考えるすぐできるというのはですね、こちらですね、提案のバリエーションを絞る、行動をかけできるようにしておく、クライアントに見せられるようにしておく、はい、で提案のバリエーションを絞るというのは、僕が今たくさんというか、いくつかでも見せたんですけども、トランジションのプロパティアニメーションはいっぱいやることがいっぱい作れるんですよね、もうアイデア次第で。なので作ってるうちに、あこれもできるな、これもできるなって言ってサンプルが増えちゃうんですよね。でエンジニアにやりがちなのはサンプル充実しすぎて全部情報が並列化されて全部大事でなくなく見えちゃうっていうのがあるんですよ。で実際にトランジションプロパティのいろんなものを紹介するブログ記事たくさんあるんですけども、その中でもやはり要素を絞って、例えばテキストの色が変わるだけはまあつまんないんで、で二次要素で何かしてるやつだけとか、ボーダーだけで何かしてるやつだけとかっていうバリエーションを絞って提案することでクライアントが選びやすくなると思います。まあ、こんな感じでゆっくりしてください、早くしてくださいっていうコミュニケーションができるわけですね。そして行動をコピペできるようにしておくですね。カスタムイージングを変数化しておくっていうのももちろんそうなんですけども、ブロックスで言うとコンポーネント C ですね、 C ボタンとか でバリエーションいっぱい自分でストックしておいて、これも持ってくれば基本的には動くと。でそのコピーした後でプロパティの値を変えるとか装飾を付け加えるっていうふうにしていくと早いんですよね。で3つ目のクライアントに見せられるようにしておくなんですけども、まあ、普通見せると思うんですよ、こういうのやりましたって で実案件のものを見せることもあると思うんですね。この間やった案件でこういうボタン使ったんですけど、これどうですか、この動きでどうですかって言うんですけど、実案件でやったやつってたまにですねリニューアルで変わっちゃったりするんですね。あとはドメインがあれしてこれして見えなくなるとかっていう感じになったなっちゃうこともあって、僕も今回これを作るときに参考にしようと思って言ってストップしておいたサイトがまんまとリニューアルして雰囲気変わっちゃっておーってなりましたってことなので、クライアントに見せるためにも実案件の場合は特にもう自分の手元ローカルにストップしておいて、それを見せられるようにしておけば失われることはないですので、そういうことをやっておきましょうという感じでした。はい、では幻案件で受けたボタンアニメーション4選、こちらをですね紹介したと思います。どんなものがあるかパッといきましょう。集めてコースター、集めてコースターです。どっか行って逆から出てくる、こっちは広くそっちは狭く、駆け抜ける反転千里を行く、千里を行くはギャグです。まあ、一個一個見ていきましょう。ここだ。まず1個目は集めてコースター集めて成立でしたね。想像ついた方はいらっしゃいますかね。これです、ハンバーガーボタンです。もうハンバーガーボタンで集めてコース集めて成立って言ったらわかりますかね。こうですよ、わかりましたもう一回行きましょうか。集めて成立、これは JS でクラスの付け替えを行っています。集めてクラス、集めて成立。だいたい簡単にやろうとするとこの真ん中のやつをフォンって消しといて、これをここ基準でパターンってして、こっちの3本目の下のやつをここ基準でフィッてやるっていう感じで、こういう風なのが多いんですけど、僕はこうですね、あ違うこうですね、はい、あちょうど幕張で X か
お願いします、ね、はい、に絡めたわけじゃないんですけどね、はい、これどうやってるかというと、これはトランジションディレイを使って集めた後に回転させるっていうトランスフォームのアニメーションをディレイさせることによって表現します。これはアニメーションプロパティではなくてトランジションプロパティでやりました。でちょっとここ見っちゃうんで次いきます。はい、どっか行って逆から出てくる、もうどんなんなん残っちゃうんですけども、これでわかりますかね。どっか行きましょう。どっか行って逆から出てくる、見えます。どっか行って逆から出てくる様が、逆から出てくる様がどうやってやってるのかっていうのをちょっと見られるようにしました。こういうネタバレボタンをですね作ったんですよ。わかりますこれで。つまりやってることは疑似要素で四角を作って、一つは隠しておく、でもう一つは出しておく、で乗っけた時に時間差で隠しておいた方を戻す、戻して、ね、出していくということで、同じようにするとこんな風にですね逆から出てきたように感じるわけですね。しかも今回はトランジションプロパティっていうものをオンの時にしか書いてないんですね。そうするとどうなることが起きるかっていうと、オフになった時はアニメーションなしで戻る、なので一瞬でこの状態、あーすいません、この状態から一瞬でここに戻るわけですね。そうすると本番本ちゃんでやるとこんな風にですね、あたかもそのままそこに居続けているような優しさが溢れるボタンにできるわけですね。優しさが溢れるはすいません、笑いどころだったんですけど動けなかったら忘れてください。そしてこっちは広く、そっちは狭くということだったんですけども、解けてみましょう。ふわっ、うん、こういうの見たことある方います？いますよね、はい、いますよね。これうちでも受けて結構これでやってくださいってこのまま言われることもあるんですけども、これはテキストのレタースペーシングをもう広くしてるだけですね。ふわっとやって、でここの線はボーダーではなくて疑似要素でやはり作ってスケール X で縮めているということです。このテキストが広がるのに下のやつが逆側にこう縮まるっていうのがですね、なんかウケるみたいですねなんかまあ動いてね、回ってる寿司はうまそうに見えるわけですよ、やはりこういうのがあると。はい、で次が、はい、駆け抜ける反転、千里を行くはギャグなのでここは外しました。見てみましょう、駆け抜けろ、いやー、はい、抜けましたね。あ、すみません、ですね、だいたいここから逆から一旦出てくるっていうのがあって、マウスをオフをすると来たところからに戻るんですよね。それを駆け抜けさせる、これはですね結構面白かったんで、僕が作ったんじゃないですよ、人のパクリですけども。どういうことかというと、まずオンの時をから説明しましょうかね。オンの時ここですね、見慣れないトランスフォームオリジンというのが書かれています。トランスフォームオリジンを00、これはキーワードで言うとレフトトップですので、左上基準でトランスフォームさせようという命令ですね。なので乗っけた時は左上基準でアニメーションが始まる。そしてオフの時ですが、ここです、トランスフォームオリジン、ちょっと半減しようと見えないですかね、 101%の0、これは右端 100% ですと右端になります。右と右上ですね、右と上、ライトとトップ基準で戻れということなので、乗っけたときはここの角左上を基準に始まるんですけども、抜けたときは右上を基準にアニメーションが消えているということですね。なのでトランスフォームオリジンが一瞬で切り替わったんです。こっちから逆ですね、こっちから始まってこっちから出す、だけど抜くときはここ基準にこうするということです。なんかちょっとね、体の動きがでかくなっちゃうんですね、はい、っていうことですね、はい、これ結構応用効くんですけども、ちなみになんで 100%、101% にしてるかというと、 100% ぴったりにするとちょっとずつ戻ろうとする関係で、ここの右端のヘリが1ピクこうチラチラ白が見えちゃうんですね。なので 101% とかにして、オーバーフロー切ってなのにしておいて、そのチラついてるのを隠しておくっていうのがあります、まあ、そういった小技をやってました、はい、デモは以上ですね。じゃあまとめちゃいましょう。はい、あ、バグってますねすいません、ここはすぐでき、読めない、すぐできるアニメーションを提案しよう申し訳ございません、はい、バリエーションを絞りクライアントに見せられるようにする、そして手元にストックしてコピーできるんです。
3つ目はですね、まあ、そうすることによってクライアントと自分と両方のコストを極限まで下げるということです。大変申し訳ございませんでした。これはすぐできるアニメーションを提案しようですね。きっとね、はい、はい、ということで2つ目のまとめは、受けるアニメーションを提案しようということですね。はい、キュービックビジュでカスタムイージングを利用しましょう。そして複数のプロパティをアニメーションさせる。そして複数のイージングでアニメーションさせる。それらを組み合わせることで現場で受けるシーサスミュレーション、あなたの最強のシーサスミュレーションを作ってください。はい、お土産があります。先ほどお見せしていた、デモページなんですけども、閲覧できるようになってます。こちらのアドレスでアクセスしてみてください。スマートフォンですと残念ながら表示が残念なので、PC でご覧ください。スライド内のデモをですね、もうまとめてウェブページにしました。で、これあのままクライアントに見せていただいて大丈夫です。あのイージングスがまとめて並び替えられるところとかは結構あったんですね。はい、でリポジトリになっていますので、 Git のリポジトリですので、クローンしてサスファイルをゲットするなりなんなりしてみてください。はい、何か変だったら古いください。ではですね、最後なんですけども、幻では現場で役立つマーケターを特に募集しています。幻マーケターで検索するとコンテンツのページがありますので、そこからいらしてください。そしてですね、マーケターだけではなくデザイナー、エンジニアも同時に募集しております。そして現場で役立つというのはクライアントに受けるということですね。ということなので、クライアントに受けるマーケター、エンジニア、デザイナー募集しております。はい、以上です。ありがとうございました。